2023年9月28日、台湾南部の高雄市内にある台湾国際造船において、台湾が初めて自主開発して建造した海軍海鯤級通常動力型潜水艦の、1番艦の進水式が西秀文総統出席の下で執り行われ、新型潜水艦が正式に海鯤と命名されたよ。艦首が中華民国台湾国旗で覆われた海鯤の前で西秀文総統は、歴史はこの日を忘れないだろうとした上で潜水艦の自主建造はかつて我が国においてはミッションインポッシブルとみなされていたが、今日我々が独自に設計建造した潜水艦が皆の目の前にあり、我々はミッションを成し遂げたのだと語ったようだな。さて今回はそんな台湾の新潜水艦である海鯤の建造に日本が関与した可能性について詳しく解説していくよ。それじゃあ行ってみよう。ゆっくりしていってね。海鯤は2020年11月24日に国有造船会社の台湾国際造船で寄港されていたもので、台湾はこの先この海鯤級通常動力潜水艦を8隻建造する計画として、日本円で1兆6000億円の予算を組んだとされているよ。今回進水した海鯤は今後、偽装工事が進められて各種の海上試験などが実施された後に台湾海軍に収益することになるが、その時期について西秀文総統は2024年末を目指していると述べているものの、軍事専門家の間では収益がそれよりも遅れる可能性があると指摘する声も上がっているみたい。海鯤という艦名の由来は中華民国台湾海軍の潜水艦に対する命名規則にのっとって海プラス動物名とされ、創始の商用油編で語られている伝説の超巨大魚鯤が組み合わされたものなんだ。海鯤は全長80メートル排水量2500トン3000トンの情報ありで、国産とはされているものの戦闘システムはアメリカ合衆国のロッキード・マーティン製のものが採用され搭載されているほか、魚雷もロッキード・マーティン製のものを調達する予定であるというぜ。台湾海軍では現時点で4隻の通常動力型潜水艦を保有して運用しているが、いずれも数世代も前の旧式潜水艦であり、最も新しい海虎でさえ1988年に就役していてその艦齢は36年に達しているな。このシャチは現時点の台湾海軍では虎の子とされている海琉球通常動力潜水艦の2番艦で、基準排水量2300トン、水中排水量2600トン、全長 66.92 メートル、全幅 8.4 メートル、ディーゼルエレクトリック推進により水上の最高速力12ノット、水中最高速力20ノットを発揮し、6門の 533mm 魚雷発射艦からはハープーン対艦ミサイル SSM 発射することが可能とされて現在においても通用する性能を持っているものの、日本の海上自衛隊で言えば、すでに3世代前の潜水艦としてその全てが退役している渦潮型潜水艦や、2021年4月21日に乗員53人全員が死亡する沈没事故を起こしたインドネシア海軍の潜水艦 KRI ナンガラなどと同世代の旧式潜水艦であり、中国海軍の潜水艦の性能にははるかに及ばず、中国軍の哨戒能力でも探知が可能と見られていてさほどの脅威とはなっていないんだ。この海流級潜水艦はオランダのズバールトフ級通常動力潜水艦の改良型で、台湾海軍は当初スフェイエノールト社から6隻を購入する予定であったが、中国がオランダ政府に対して購入を阻止すべく強烈な外交圧力をかけたことによって、わずかに2隻のみの購入で終わってしまった経緯があるんだよね。その他に台湾海軍で運用している残り2隻の潜水艦に至っては、いずれも太平洋戦争時に建造されたアメリカ海軍の通常動力型潜水艦で、退役後に台湾海軍に売却されたもはや骨董品ともされている存在なんだ。そのうちの1隻海氏は1945年に就役したアメリカ海軍天地級通常動力潜水艦のカットラスで、1973年12月4日に台湾に売却され基本排水量1870トン、水中排水量2440トン、全長95メートル、全幅 8.33 の艦体に、533mm 魚雷発射艦を10門備えているものの、近年では艦体の耐圧からに歪みがあることが発覚したた。
金属疲労が随所にあることなどから水深20までしか潜れないとの噂が挙げられているな。そして、もう一隻のアザラシもまた1946年に就役したアメリカ海軍のパラオ級潜水艦のタスクが退役後に台湾海軍に売却されたもので、基本排水量1570トン、水中排水量2415トン、全長95、全幅 8.3 メートルと海市ほぼ同じ大きさがあり、兵装も533メートル魚雷発射管10門を備えているが、現代の潜水艦では装備されていない5インチ砲 40mm 機関砲、20mm 機関銃が艦上に装備されたまま運用されていて、全近代的な潜水艦として海市と同様に実用的な潜水深度は20メートルほどであろうと見られているぜ。このように台湾海軍の潜水艦は海流級2隻はまだしも、アシカとアザラシの2隻は寒冷80年近くにもなることからとても戦力と呼べる代物ではなく、いかに中国軍の対潜哨戒能力が低いとしても脅威とはなり得ないんだ。近年、イギリスから返還され一国に制度を約束していた香港をほぼ自国に飲み込んだ中国は、次は台湾とばかりに外交的及び軍事的な圧力を強めていることから、台湾では中国本土との間に横たわる台湾海峡の防衛における抑止力として、最新鋭の潜水艦必要であることを熟知していたが、ヨーロッパの潜水艦輸出国各国は主要貿易国である中国との摩擦を懸念して台湾への売却を拒み、台湾支援を表明しているアメリカ海軍では売却可能な通常動力潜水艦がもはや存在していないため、欧米や日本の潜水艦技術導入によって自国での潜水艦建造を計画することとなり、その準備が進められていたね。この潜水艦建造計画では2500から3000トン級の通常動力潜水艦が計画されていたものの、それらを建造した経験のない台湾の造船業界にそれだけの能力があるかどうかは未知数であったことから、計画通りに8隻が揃うのは2030年以降になるのではないかとの見方もあったんだけど、2023年中に一番艦海婚が浸水したことからそこまで遅延しないであろうとの見方も出ているよ。これには潜水艦の建造技術を持つ、少なくとも7カ国の海軍及び軍需産業関連企業などが台湾を支援しているものとみられ、先に述べたアメリカのロッキード・マーティン社の他にイギリスの企業もまた支援したとの情報があるほか、カナダ、韓国、オーストラリア、インド、スペインの5カ国から技術者、元海軍士官などを雇用したとロイター通信などが報じており、台湾のシンクタンクは潜水艦建造技術のうち6割は台湾独自のものだが、4割は欧米などからの技術輸入に頼らざるを得ないと指摘していたみたい。ただ、アメリカが台湾海軍に提供する魚雷ワンク48モドロク AT と呼ばれている高性能の大型魚雷で、中国海軍の空母や揚陸艦などの大型艦を撃沈する能力があるものの、オーストラリアやオランダに輸出されている最新タイプよりは旧型であり、このことをアメリカが中国を必要以上に刺激することがないように配慮しているのではないかとの見方があるな。また、海軍では X 火事が採用されているが、この X 火事はそれまでの潜水艦の多くが採用している十字火事と比べて、火事の面積が広く水中運動性に優れているほか、待ち伏せ攻撃などで着底する際や岸壁に接岸する際に火事を損傷する可能性が低いことなどがメリットとされているぜ。日本の海上自衛隊の主力潜水艦においても双流型と大鯨型にこの X 火事が採用されていることから、台湾の潜水艦開発に日本が関係しているのではないかとの噂が出ているんだけど、X 火事についてはそれ以前にスウェーデンで採用されるなどしていて、日本独自の技術ではないんだよね。また日本が支援したとするもう一つの根拠として、海軍の浸水式に日本の中台湾機構である日本台湾交流協会台北事務所の岡島博之副代表が出席していたことが挙げられているぜ。日本の代表ところのメンバーが、台湾の武器の引き渡し式典に出席した前例はない。そのため、日本の企業が台湾の潜水艦自主建造に何らかの協力を行い、それを日本政府も容認したのではないかというんだけど、これについても西側諸国が台湾を支援していることをアピールするためにアメリカ側から出席を要請されただけとの見方もあり、
日本が台湾の潜水艦建造に深く関わったとする証拠にはならないと見られているよ。それじゃあ今回はこの辺で。よかったら、チャンネル登録してね。